トミーロ・ロブレドガルセスは、スペイン・ジローナ県をスタルリック出身の男子、プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス5位、ダブルス16位。これまでに ATP ツアーで、シングルス12勝、ダブルス5勝を挙げている。身長180センチメートル、体重75キログラム、右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。彼の父親は、ロックバンド、 ザ・フーの大ファンで、お気に入りのロックオペラ、トミーにちなんで息子にこの名前をつけた。2006年ハンブルクマスターズ優勝。デビスカップにも出場しデビスカップスペイン代表の優勝に貢献。5歳からテニスを始める。ジュニア時代には、1998年のオレンジボール選手権の16歳以下の部門で優勝し、2000年全仏オープンの男子ジュニア部門で、 準優勝がある。2001年全豪オープンで4大大会にデビューし、同年の全仏オープンでいきなり、エフゲニーカ・フェルニコフとの4回戦まで進出した。この年は、全米オープンでも、アンディロディックとの4回戦に進出し、年間最終ランキングで30位以内に入った。ロブレドは二千三年全仏オープン三回戦で、第一シードのレートンヒュートをから六、一から六 6から3、6から2、6から3の逆転で破った。ヒューイットは先に2セットを取りながらも続く3セットをロブレドに逆転されて敗退する。勢いに乗ったロブレドは4回戦で過去3度優勝のグスタボクエルテンを破り、大会前年優勝者アルベルト・コスタとの準々決勝まで進出した。2004年はアテネゴリンのスペイン代表選手に選ばれ、 男子シングルス3回戦まで進出している。オリンピック終了後、彼は2004年全米オープンの男子ダブルスで、当時18歳のラファエル・ナダルと組んでベスト4に入った。2005年は全仏オープンで2年ぶり2度目の準々決勝に進出し、ニコライ・ダビデンコに6から3、1から6、2から6、6から4、4から6のフルセットで敗れた。 2006年5月第3週に行われたのハンブルクマスターズでロブレドは決勝でラデックスティパネクを6から1、6から3、6から3で破って優勝した。このマスターズ大会での優勝によりロブレドは初めての世界ランキングトップ10入りが確定した。ウィンブルドン選手権終了後7月第2週にスウェーデンオープンの決勝でニコライ・ダビデンコを破り ツアー通算4勝目を挙げた。2007年度の4大大会では、ロブレドは、全豪オープンと全仏オープンの2大会連続でベスト8に進んだが、どちらも準々決勝で、ロジャー・フェデラーに連敗した。2009年全仏オープンで、ロブレドは、シングルス・ダブルスの両部門でベスト8に入った。シングルスの準々決勝は2年ぶり4度目で、 第5シードのフアン・マルティンデル・ポトロに3から6、4から6、2から6でストレート負けした。ダブルスでは、同じスペインのマルクロペスとペアを組み、初進出の準々決勝で、ブライアン兄弟に6から7、6から4、6から7で敗れた。ロブレドは初出場した2001年全豪オープン、以来、10年にわたって4大大会に連続出場を、 続けてきたが、2011年全仏オープンを故障のため欠場し4大大会連続出場が41大会で止まった。2013年4月のハサン2 0 0グランプリで2年ぶりに決勝に進出し、ケビン・アンダーソンを76、46、63で破り2年ぶりのツアー11勝目を挙げた。全仏オープンでは3回戦で、ガエル・モンフィス4回戦で、 ニコラス・アルマグロを破り4年ぶりのベスト8に進出した。2回戦からの3試合は2セットダウンからの逆転勝ちであった。準々決勝では、ダビド・フェレールに2から6、1から6、1から6で破れた。全米オープンでは4回戦で、過去10戦全敗だったフェデラーを7から6、6から3、6から4で破り、全米では初めてベスト8に進出した。 準々決勝では優勝したラファエル・ナダルに0から6、2から6、2から6で完敗した。2014年8月のシンシナティマスターズでは3回戦で、世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチに7から6、7から5で勝利し、前述の2003年全仏オープン3回戦のヒューイット戦以来11年ぶりに世界ランキング1位に勝利した。 10月バレンシアオープン500準決勝にて通算500勝達成。男子スペイン人選手では史上5人目。2015年4月21日バルセロナオープン番ンコサバデル2回戦に勝利し、クレーコート通算250勝達成。ストローク戦が得意なオフェンシブベースライナー。フォアハンド、片手バックハンド両方のトップスピンショットで相手を翻弄する。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。